やあ、君たちもライオグランプリの参加希望者かい？私は商用でこの町に来たんだが、この大会に参加するために仕事を放り出してしまったよ。どうだい、明日の生活の糧を失うことを恐れないこの勇気。ははっ、俺なんか新婚旅行中にこの大会を知って、妻と別れて参加することにしたぜ。この決断力こそ勇者の証さ。分かってないね。そんなもの勇者の証でも何でもないよ。真の勇者に必要なのは力さ。ついにあたいの本気を見せる時が来たようだね。浮気した彼氏を半殺しにして以来だよ。二人とも大会であったら勇者らしく力いっぱい戦おうな。望むところさ。おお、うわぁ、活気のあるいい街だね。ああそうだなって、んなわけねえだろ。こいつはデスピル病なんじゃねえか。また私のスピルーンのせいでさ。ライオグランプリって何なんだろう。何者をも恐れぬ鋼のスピリアを剣と化し集え勇者たち、今こそ最高の勇気を競い合わん。娯楽都市ユーライオ主催世界ナンバーワン勇者決定バトル、ライオグランプリ。優勝賞金は1億ガルドですって。1億ガルド。ちょうど今から闘技場で予選会があるみたいね。ちょっと覗いてみない？シング、もう危ないのはダメだよ。スピリアの剣で最高の勇気を競う大会か。よし、その会場に行ってみよう。人が集まってるなら情報も聞けるはずだしね。おい待てって。なんだよあいつ、急に仕切りまくりやがって。1億ガルド。明らかに一人金に目がくらんでる奴が嫌がるな。ったく、しょうがない。どうしたんだろう、隣が随分騒がしいみたいだけど、行ってみようか。世界が統一されて十数年、戦火は絶え、夢のごとき平和な時代が訪れた。だが我らは知っている。人は力を、知恵を、スピリアを鍛え続けなければならないと。平和と怠惰に溺れず、未来を勝ち取る力と勇気を持つ勇者たちよ。琥珀が怖がってる。こんなとこ出ようぜ。喜べ挑戦者たちよ。星々までもが君たちの示すであろう勇気を祝福しているのだ。見よ。待て、あれは。これこそライオグランプリ100年の歴史。勇者たちの血と汗が染み付き、スピリアが宿った優勝トロフィー。そして先夜、大会の成功を祈って勇者の塔の頂上に捧げられたこの伝統のトロフィーに、なんと天空より光り輝く宝玉が舞い降りた。これぞまさしく天が我らに与えた勇者の証。あ、勇者の証。さあさあさあ、最高最強最上の勇気を示し、この
宝玉のトロフィーと1億ガルド、そして世界ナンバーワン勇者の称号を手に入れるのは誰だ。俺だ。この大会の優勝トロフィーに琥珀のスピルーンが。みんなもあのトロフィー見たろ。スピルーンを取り戻すには俺たちが優勝するしかないよ。別にスピルーンを手に入れるのに大会に出る必要はねえだろ。優勝したやつから譲り受けるなり方法は。俺は優勝してスピルーンを取り戻したいんだよ。はあ？てめえの希望なんて知るかよ。大事なのはスピルーンを取り戻すことだろうが。さっきの人たち怖かった。危ないよシング、やめて。大丈夫だよ琥珀、必ず俺が優勝して琥珀のスピルーン取り戻してあげる。俺は琥珀の思いに応えるためにこの大会で優勝して俺の勇気とスピリオの強さを証明するんだ。でも確かに1億ガルドは魅力なのよね。そうだよ、それだけあればきっとこの先の旅もいろいろ楽ちんだよ。そうか、その金でイネスに借金を返せれば自由にスピルーンを探せるようにもなるな。よし、いいぜ、この大会で優勝してやるよ。だがこいつと一緒に出るのはごめんだぜ。俺だって。私としてはやる気になってくれたのはありがたいけど、二人ともどうしちゃったんだろうね急に。まあ変になれ合うよりはいいかな。いよいよって時までは黙って見守ろうぜ。ライオグランプリ予選、まもなく参加締め切りとなります。参加希望者は二人一組でお申し込みください。二人一組ならちょうどいいよ。俺と翡翠、別チームで参加すればいいんだからね。望むところだぜ。ただいま予選の受付中です。予選では二人一組で魔物とのバトルに挑戦していただきます。見事魔物に2回勝利すればライオグランプリ本戦への参加資格が与えられます。おい、おめえから相手を選ばせてやるぜ。言ったな、後で後悔しても知らないからな。予選へ参加されますか？イネス、俺のパートナーになってよ。あら、パートナー？なんだかプロポーズみたいね。そんなんじゃないよ。ならガラダのおっさん、俺の相方頼むぜ。うん？俺はてめえら二人の参加を見守るだけのつもりだったんだがな。まあ頼まれちまったら仕方ねえか。シング、てめえの思い上がった花っ柱へし折ってやるぜ。そんなこと言って、そっちこそ予選落ちしないよう気をつけなよ翡翠。お兄ちゃん、シング、ベリル、琥珀のことは頼んだぜ。うん。じゃあ琥珀、俺たちも行ってくるよ。シング、賞金1億ガルド、一筋縄じゃいきそうもないわね。下手すると大怪我よ。
これくらいどうってことないさ。次行くよ、イネス。勝って本戦に行くぞ。くらえな。これで予選。シングメテオライト組、翡翠ハーツ組、ともに本戦進出決定です。さあ、以上で全ての予選通過者が決定しました。ライオグランプリ本戦はこれより、ユーライオが誇る大アミューズメントタワー、勇者の塔キングクロスで開催されます。翡翠、先に謝っておくね。本戦では全力で行くからさ。あ？何を謝るって？俺にボコられてビービー泣きわめくうるさそうか。お兄ちゃん、シング、喧嘩ダメだよ。もう二人ともいい加減に。美しい、まるで真珠の涙を流す眠り姫のようだけれど、もう泣かないで、レディ。僕があなたの悪夢を止める伝説の勇者となりましょう。なんだお前は。こんな可憐なレディを悲しませるバッドボーイズに名乗る名前などない。このレディに代わって本戦でユーたちに敗北という名の罰を与えるものとでも言っておこう。おっと、この男はライオグランプリ前回優勝者、アーメスだ。おお、アーメス、前回の大会で桁違いの勇気を示した伝説の世界勇者。ウェルカーム、僕の親愛なるライバルたち、予選通過コングラチュレーションズ。そちらのビューティフォー&プリティレディも歓迎しますよ。まあ、ビューティフル？プリティレディ？諸君、今年も熱いスピリアをぶつけ合い、共に魂のシンフォニーを華麗に奏でようじゃないか。しかし、ラストに栄冠をつかむのはもちろんこの僕。そして今回のビクトリーは、レディ、お名前を。琥珀ハーツ。琥珀、ユーに捧げよう。君にはあのトロフィーに輝く宝玉がメイビー華麗によく似合う。おっと、このような公衆の面前で女の子を口説いています。さすがは最高勇者、アーメス！てめえ！お前！では諸君、本戦会場、勇者の塔キングクロスで、See you! Good luck! アーメス！アーメス！すまないね、いい男で。行くぞ、ガラドのおっさん。まったく、どいつもこいつも人の妹なんだと思ってんだ。おいおい、キングクロスとやらの道中まで別行動なのか。足りめえだろ、わざわざ敵に塩を送るやつがいるかよ。やれやれ、シング、道中気をつけてな。本当に一緒じゃなくてもいいの？ライバルなんだから当然さ。俺たちも早く行こう。
絶対に優勝して俺の勇気とスピリアの強さを証明するんだ。はあ、じゃあ琥珀、僕らもシングたちと一緒に向かいますか。それにしてもプリティレディか、あいつなかなかいいやつかもね。